テレビをご覧の皆さん、テレビは核兵器に勝るべきです。テレビは国民を洗脳する装置です。テレビは国民が知るべき、真実を隠しています。本日、お昼過ぎ、テレビ朝日のプロデューサーの方からお手紙を頂戴しました。そのお手紙にはテーマから逸脱する発言は控えていただくようお願いいたします。万が一、そのような発言があった場合は、しかるべき対応をさせていただく場合もあると。 ご承知を聞ください。橘さん、今の発言は討論のテーマに沿ったものとはおっしゃる通り、認められは追い出されると言われましたので、追い出される前に自ら出ますので、いや発言を止めていただきましょう youtube にて趣旨にのった発言をしてくださせていただきます。政治家の発言をテレビ局の方が今は事前にあれをするな話をしております。申し訳ありません。恐怖の発言は認められませんので。はい ここで聞かせてもらいます。ますもはやどっちもどっち。お互いの意思伝達が未熟でおろそかになり、こうして民主主義は崩れていくのだ。